平野翔&横浜流星、無言電話、夜景デート、愛してる、インスタコラボの特別関係。画面割れる、親友コンビ。8月30日、元キング&プリンスの平野翔、26がインスタライブを実施。配信の中盤、ファンへのサプライズでとんでもない盛り上がりを見せた。俳優の横浜流星さん、26が登場し、6分ほど平野さんと世間話などを楽しみました。2018年公開の平野さんの初主演映画、ハニーで共演したことがきっかけで仲良くなったことで有名な仲良しコンビです。二人はコロナ禍で外出自粛していたといい、平野が愛してるの一文のみを何度も連投するので、根負けして横浜が、じゃあ、俺もだよ、と送ったところ、やっと言ってくれた、と帰ってきてやりとりは、もしもし、どう？と問いかけてから平野が答えないと、無言が30分続いたり、平野、するが、喋ろうと思えば喋れるという環境が、平野が話したエピソードなどは、ファンの間では有名な話だ。今回のインスタライブでは平野は横浜を見て、元気？トイプードルみたいな髪の毛じゃん、かわいい、とにっこり。横浜は、元気だよ、と答えつつ、ヘアセットだから、と笑顔で返していた。お互いちょいちょい会って、平野、入るが、ファンの方はさ、俺と流星が親密に会ってると思ってるじゃん、と平野は前置きし、実はおごい多忙でそこまで会えていないことを視聴者に向けても説明。合わせて、飯でも行こうよ、と話す横浜に、行きたいね。同世代の友達少ない組じゃん。話したいこともたくさんあるからさ、どこかまったりできるところで話そうよ、と、平野もノリノリで応じていた。2020年10月放送のバラエティ番組、人間観察バラエティモニタリング、TBS系で横浜は、平野と食事をしたのは一度だけで、その時はイタリアンを食べたことを明かしている。別の雑誌インタビューでは、東京お台場のレインボーブリッジへドライブデートも楽しんだことも明かされていますね。コロナ禍に加えて二人とも初共演時よりも売れっ子になって、久々に二人で話している様子を見せたことで、視聴者は大歓喜。インスタライブは二人がコラボした途端に、なんと同時接続者が52万人に膨れ上がっていました。